コンテッサ1300クーペコンテッサは、日野自動車がルノー 4CV のライセンス生産で得た経験をもとに開発し、1961年から1967年まで生産したリアエンジンリアドライブの乗用車である。コンテッサとは、イタリア語で白尺夫人の意味、同社が自社開発した唯一の乗用車である。900-900セダン1961年に、 総排気量 893cc、出力 35PS のガソリンエンジンを搭載するコンテッサ900として登場した。4ドアセダンのみの設定でフロントグリル,ルレス、丸型二等、ヘッドランプ、サイドのエアインテーク、テールフィンなどがスタイル上の特徴である。車格はルノードフィンよりやや小さいものとなった。駆動方式やサスペンションなどの基本的なレイアウトは 従来の日のルノーを踏襲し、排気量もルノーエンジンの拡大版というべきものであった。技術的特徴としては、シフトリンケージの工夫により、リアエンジン車ながら、コラムシフトを実現し、オプションで電磁式自動クラッチが装備されていた点が挙げられる。900セダンは1965年まで生産され、好評であった日のルノーで得られた信頼から、タクシー業界への納入も多い。 900スプリント1962年には、コンテッサ900の車種をベースに、ジョバンニ・ミケロッティのスタイリングとコーチワークによるワンオフモデルとして、2ドアクーペのコンテッサ900スプリントが発表される。エンジンとサスペンションのチューニングは、エンリコナルディが担当し、推定 45PS まで引き上げられたエンジンから、時速 150km の最高速を予定した。 900スプリント同年10月の鳥のモーターショーをはじめ、翌1963年のジュネーブ賞やニューヨーク、国際オートショーまで海外のモーターショーを巡回展示され、多くの注目と賞賛を集めた。外線帰国の形で第10回東京モーターショーにも参考出品されたが、噂として欧州の自動車メーカー各社から EEC に圧力がかかり、早くもこの頃には、 イタリアでの生産予定はほぼ現実味のないものとなっていた。このため市販はされておらず、幻の名車となっている。1300セダン1300クーペ美しい後ろ姿のサイドにはジョバンニ、序盤にミケロッティデザインのエンブレムが付されている。この後端グリルから、ラジエーターファンで冷却風を導入し、ラジエーター通過後に、エンジン前方床下,下から廃棄する1964年9月。 コンテッサ1300として4度アセダンが発売されたモデルである。4頭ヘッドライトと細いピラー、長いリアデッキを基本とするスタイルは、コンテッサ900スプリント同様、ジョバンニ・ミケロッティが手掛け、その優雅なスタイリングから、セダン、クーペとも、イタリアのコンクールデレガンスで、複数年にわたり4度の賞を受賞する、成功作となった。デザインモチーフには、 同時期のミケロッティ作品であるトライアンフ2000とも共通するグリルレスノーズとデュアルヘッドライト、リアサイドの直線貴重なプレスラインなどの組み合わせが観察でき、当時のミケロッティが抱いていたデザイン思考を見て取れる。エンジンはルノーの拡大版であった900から一転し、日野の自社設計による総排気量 1251cc、出力 55PS の GR100 型が開発されたロングストロークのオフながら直列4気筒5ベアリングのクランクシャフトダブルロッカーアームによるクロスフローベン配置のエンジンである熱対策としてエンジンルーム内に露出する排気管を短くするためエンジンブロックを傾斜配置としキャブレターとインテークマニホールド周りにはパーコレーション防止とコールドスタートの容易さの双方に 意を払った設計が行われている。ラジエーターの配置は 4CV や900でのエンジン前方配置からエンジンルーム後端へ変更となったが、このレイアウト変更でリアエンジン乗用車の宿命であるエンジン動力による冷却空気導入方法を再検討する必要が生じた。ミケロッティに当初日野川から渡されたデザインに関する要求仕様において鈴木隆史らエンジン担当は ラジエーター冷却のために前方に向け約1500平方センチメートルの冷却空気取り入れ口を設けることという条件を強引に付加した。技術陣はコンテッサ900スプリントのリアフェンダー前のそれのようなデザインを期待していたのだが、これに対しミケロッティの示した原デザインはリアフェンダーに大きな突起物として口が付いているという不適されたようなデザインであった。 同じ頃、ルノー8の情報がもたらされ、そちらでもエンジンルーム後端にラジエーターを配置していることが判明した。ルノー8は、速報からではなく、車体後端上部から吸気していた。以前ルノーからは、4CV 及びルノードーフィンとコンテッサ900の類似性に関するクレームやチェックの前例があったため、同一の構造は避けたかったものの、開発段階では、車体後端上部も検討された。 しかし、セガンのプロトタイプ完成後であり、また上部吸入は後方をさらに数センチ以上伸ばす。必要、さらにミケロッティが愛の追加支払いや、完成遅延のリスクなどの理由で立ち消えた。前述のミケロッティの不適されたデザインを、日野技術陣は抗議の念として受け止め、慶応大学の小本里和夫の研究室と共同の基礎的な調査実験から検討を行った。最終的には、 垂直に切り立った後端のグリルから冷却風を吸気し、床下に抜いた空気やエンジン排気を再び吸い込まないような工夫を設け、冷却性能を満たすエンジンルームが出来上がった。セダンモデルの交渉最高速度は時速 135km であった。車種も改良され、リアエンジン、スイングアクスルゆえの不安定さが残った900に比べ、リアスプリングの強化で、 操縦安定性の大幅な改善を実現した。シフトレバーについては、900の遠距離リンケージによるコラムシフトを踏襲し、またフロアシフトモデルも用意された。ブレーキは、スポーティ版であるクーペの前輪に、日本の国産車発となるフィスト型ディスクブレーキを採用。当初は4ドアセダンのみの設定で、デラックスモデルのヘッドランプは4等、スタンダードモデルは、 デラックスのライトベゼルを流用し、外側寄りのみとした2頭であったが、後にデラックス、スタンダードともに4頭となった。スタンダードの現存率は低い。翌1965年には2度は4人乗りのクーペが新たに設定された。クーペではエンジンの圧縮比を8.5から9.0に上げ、出力を 65PS に強化、最高速度時速 145km を交渉している。 900スプリントのモチーフをも取り入れた低く流れるようなスタイリングは1960年代の日本製乗用車の中でも屈指の美しさと言われる。試作されたコンテッサ1500用エンジン1966年には 1500cc のエンジンが試作され、後々にコンテッサ1500として販売される予定だったが、トヨタとの提携で開発は中止となった。現在、 この試作エンジンは、幻のコンテッサ1500用エンジンとして、日のオートプラザに展示されている。また、同時期には、セダンの内外装を量産対策のため簡素化した試作車、1300マーク二を、生産者をベースに、バンパー位置変更や、外装簡素化や内装、ダッシュボード形状の大幅変更を施し製作した。デラックス速デラックス速 S、スタンダード、 クーペの計6台が試作された。販売は未定であったが、1967年の GR100 エンジンの 1300cc のパワーアップ版の後に予定されていた。当時の日本製乗用車の中でも、性能やスタイルは結出しており、少量ながら、欧州、オセアニア、東南アジアなどへも輸出された。しかし、このモデルの発売が開始された時期、 1000cc を超えるクラスの小型乗用車の主流はすでにフロントエンジンに移っており、国内販売も振るわなかったこともあって、日野がトヨタ自動車と提携した翌年の1967年には、提携の事前条件であったコンテッサ1300撤退に沿って生産終了となった。このコンテッサ1300を最後に日野は乗用車の自主開発から撤退し、ハイラックスの設計、開発や、 パブリカ版、カリーナ版など、トヨタ商用モデルの一部を受託生産することとなった。1964年頃から、量産車の開発とは別に、日ノスプリント 1300GT が試作されている。1300クーペとは異なる。スタイリングは、ミケロッティによる、コンテッサ900スプリントの時代から造形が進化し、スタイリングはその後のフェラーリ 330GT。 ミケロッティへの明確な進展が見られる。ヒノスプリント 1300GT のボディのデザイン製作はイタリアのミケロッティに委託され、シャシーエンジンなどのエンジニアングはアルピーヌに委託され、同社の A110 と同じ手法で、円筒バックボーンフレームに FRP のボディが組み合わされており、やはりアルピーヌによって DOHC 化された GR100 型エンジンを搭載する。また、 事前にスチールボディが FRP ボディ製作のための形状確認の目的でミケロッティの下で製作されている。これは冷却風の取り入れ方がルノー、アルピーヌ流のエンジンフード交誕生面となっている。FRP ボディの個体は1966年のパリサロンに出品されており、一部のイヤーブックなどには火のスプリント GT1300 と紹介されている。これは日の ミケロッティアルピーヌによって、欧州で、数万キロメートルにも及ぶテストランがヒノとの契約に、従って進められ、パリサロン後、ヒノに納入された。しかし、ヒノスプリント 1300GT は、市販には至らず、この f r p ボディの試作者だけでプロジェクトは、終了した。その後、しばらくは、ヒノが保管していたが、何らかの理由で放出され、走行目的を持ってない。 造形用のスチールボディ。後に、日野が生産した小型バス。リエッセの社名もこれにちなむ。鈴木隆エンジンのロマン PP140 から141、P142 条にミケロッティのアイディアスケッチ。下に900スプリントの写真がある日野側は、確かにほぼ同じ構造となっていることは認めたが、デッドコピーではなく、ベンツ 170H というより古い前例があるのだから。 コーチの手法だと反論したという、ありがとうございます。